こんにちは、さくです。本日のモノログ、今回はマチスナップ、必須アイテム4つご紹介したいと思います。それじゃあ移動です。はい、ということで1つ目はダンドミニ三脚。ミニ三脚を僕は必ず持っていくようにしてます。これもちろんリンク貼っとくんですけど、これめちゃめちゃ軽くてコンパクトで、多分アルミ製だと思うんですけど、結構しっかりしてて、高さもね、なかなかそれなりには上がると、これぐらいになりますから、割とここにカメラ乗せればアイレベルにはなるっていう感じのものです。こういう感じでね、一発で戻っちゃうんで、確か1キロないかったと思うんですよね。まあ、こうやってムービーと写真一緒に撮りに行きますので、時は特にちっちゃい三脚いるんですよ。でこういうベンチに置いてしまえばね、結構高さも、これは僕は常に持ち歩いております。で2つ目がドンと、単焦点のコンパクトレンズ、軽量レンズですね。これは RF50 50の F1.8、 165g しかないので、この1本持ってるとだいぶ違います。もうこれで写真はパシパシ撮ってって、要するにこういうセットっすよね。こういうセットでもバシバシいっちゃうと、これフルサイズで合計で 650g ですからね。めちゃめちゃ軽いっすよ。ってことで2つ目は軽量のレンズ、単焦点のレンズです。このムービー用の EOS R6 Mark II にもこれ単焦点、RF16 ですね。これは16がついてます。はい、3つ目、こっからが今回のド本命なんですが、ストラップなんですよ。ストラップでここに直接ね、つけちゃう、よくあるストラップ、純正のストラップとかね、あれだと家帰った時にスッと取れなかったりするじゃないですか。でまあワンタッチで外せるストラップって言ったら、こういうのとかあると思うんですけど、これのもう一つ進化したバージョン、それがこれなんですよ。これがね、こういう紐がついてて、ここにマグネットでくっつくんですよね。ここね、マグネットくっつきます。でこんなマグネットじゃ危ないじゃんと思うんですけど、ここのピロピロを人為的にこっちに持っていかない限り絶対に外れないようになってるという画期的な商品。なぜこれがいいかっていうと、さっき言ったやつだとここにね、結構でっかいポッチリが残るんですよ。それは結構カン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 当たって通常で邪魔だと。これ見てください、これパチッと外したらこんだけす、この紐だけ、通常時これで済むんですよ。で使う時マグネットでワンタッチ、こっち側もワンタッチと。これはもちろんリンク貼っときます。ウランジさんのね商品なんですけど、マジで画期的、しかも忍者です。はい、忍者仕様なので、短くしといて使いたい時引っ張って長くするという感じの忍者タイプ。もう一個すごいのが、これ外すじゃないですか。外してこのピロピロ邪魔じゃないですか。これもマグネットでくっつきます。これでパチパチ取って、ここでくっつけると、完璧な仕様です。まあ、このマグネットが本当に信頼性どんなもんかっていうね、ちょっと怖さはありますけど、今のところ問題なし。じゃあ最後4つ目、これもストラップ関係ダン。これもウランジさんの、ちょっとわかんないですけど、ファルカンわかんないですけど、クイックリリースのなんとかです。これは神がかってる。基本的にはこうですよ。で写真ってやっぱ縦で撮るときとかストラップあると結構邪魔じゃないですか。何もないのがベスト。そこでワンタッチでくっつきますと、でワンタッチで外せる。すごないですかこれ。この2つの銀のポチを押しながら外すと、あとはもうスポット入れるだけ、完璧でしょう。これも耐久性はおそらく問題ないと思います。これでもう写真撮るときにね、パチッと外して撮って、撮れて移動のときは移動ですはこうですよね。これで完璧と。はい、ということで、ちょっと夕方、まあ日が暮れる頃にちょっと夕日を撮りに行こうと思ってますけど、まあ時間があったんで、ちょっとなんか撮ってから行こうってことで4つほど紹介しました。軽量の三脚と、こういうコンパクトな単焦点レンズ、
それからこれはどっちもウランジさんですね。ウランジさんのこのマグなんとかストラップ、これも貼っときます。とファルコン的なね、ファルコン的なアタッチメント、まあ、僕にとってはこの4つが必須アイテムかなと。まあもっとあるんですよ、もちろん。写真じゃなくてムービーで言えばね、この ND フィルター、うん、 ND フィルターももう完全に必須、日中外で撮るなら必須です。これですね、 K&F コンセプトさんの ND8-128 っていう、結構ね幅広くやってくれるもんなんですけど、要はレンズのサングラスですよね。これもまあムービーでは絶対に必須。はい、ってことでそろそろね、日も暮れかけてきてるんで、ちょっと移動レースをしないといけないんで、本日はこの辺で終わりたいと思います。それではチャンネル登録と高評価をお願いいたします。以上です。